3位決定戦第1セットを始めていきましょう。ユニコーン VS 四高高血花より酒です。波動ファイト。まずは、牽制でライト選手が前に出てくるのを抑える。さあその間にね、反対のグティ選手をねライフ1枚まで削ってきました四高高血花より酒。ここから響選手がまず1枚目、そして2枚目。今回は花より酒はこれね、自分たちのシールドを張らずにまずはね耐えてる状態。さあその間にね1点取られてしまい、ライフ1枚も2人。さあこの追加点、しかしねまだ残り時間があるので、ここから取り返していきたいところ。ユニコーンはシールド2枚残している状態です。さあ1点をねまず決めていけるか花より酒。さあシールドの、ね、外に出てきたところで、ね、抑えてきましたね。さあ点差は2点。さあ残り時間も少なくなってまいりました。ラストスパート。さあここで、さあ張れなかったが、その隙にですが、奥のライト選手がしっかりね対面の夏子選手を落として、残り10秒、3点差。さあ大量得点だユニコーン。5秒前。さあここから伸ばせるのか。ここで試合終了、6対2でユニコーンの勝利です。おめでとうございます。代わり琴選手が出場です。さあユニコーンからは、メンバーチェンジはなしで参ります。それでは行きましょう。波動ファイト。さあユニコーンはこのまま3位になれるのか、花より酒が3セット目をつかみ取るのか。さあ今度は先に張ってきたのは四高高血花より酒、重ねるようにユニコーンが、張ってきました。さあこの序盤でお互いねライフをねじわじわと削ってます。枚数的には、若干ですが花より酒が有利。さあ先制点を決めたのは四高高血花より酒。さあこの1点をね守れるのか。さあ残り40秒後半戦です。花より酒はすべてのシールドを使い果たしております。この1点差をどこまで守っていけるか。ライフ1枚がユニコーンは2人。さあ今のところ取りたかったですね。ちょうどねチャージが、打ち尽くしたところだったか。ここで取ってきたのはユニコーン。さあ同点イーブンに戻してきました。ラストスパート、最後のシールドを張って、ここでユニコーンが1点リード。さあ花より酒食らいつけるのか。さあ伸ばしてきたぞ、後半に伸びる。残り10秒。さあここから残り5秒。さあ花より酒取っていけるか。逃げ切りました。3対1でユニコーンの勝利です。さあというわけで本日